値 6.5 はやっていきましょう。ぜひとも皆さん、グッドボタン、チャンネル登録、ボタン、よろしくお願いいたします。ということで、ここで一つお知らせでございます。前回の動画のケツでもちょっとお話ししたんですけども、現在 6.5 話まで来ておりまして、メンシップ勢の方は今、リアルタイム。そして、この動画が通常で公開された時っていうのは、だいたい5話ぐらいの差があります。イコール、11話とか。が、今も動画として、メンシップの方で出ております。で、もしもね、メンシップ興味あるなっていう方おられましたらね、この動画見て、あ、続き見てな、早く見てなと思った場合は、そういう風に先行公開っていうのを今やっておりまして、今後も、まあ、この後、リゼロ、オバロだったりとかっていう風にやっていったりとか、まあ、先行公開枠っていうのを設けながらやっていきます。その上で今、グループチャットっていうものもございまして、グループチャットめちゃ熱いです。もうこれがなんならめちゃくちゃ熱いです。先行公開も熱いんだけども、そっちの方でみんなで、ワイワイ、遊んでるんですよ。だから、ゲーム配信とかもね、今してるんですけども、VC 繋いだりとか、一緒に遊んだりとか、で、僕が配信してない時でも、みんながそれぞれでやってるゲームで遊んでたりするんですよ。ブルアカだったりとか、原神だったりとか、FGO だけ。まあ、いろんなものを、それぞれみんながね、遊んでるゲームで一緒に遊ぶ。だから、オンラインとかね、一緒に誰かでやったことないっていう人もね、ただいるんだけど、ここでは気の触れた仲間が、知らない人同士ではなくて、気の触れた仲間同士で遊べるっていうところもあったりとか、ガンダム部屋、いろんな、アニメ部屋っていうもの、雑談部屋、いろんな部屋があるんで、そこでみんなで話しながら、あ、じゃあちょっとゲーム行きましょうか、みたいな感じで、一緒にマルチ部屋に行ってゲームでみんなで遊んだりとか、そういったようなことがある。で、今後、VC つないで、バーチャルオフ会、飲み会っていうものもやります。まあ、イメージ、ズームでね、4、5枠こうあって、僕がいて、みんながいて、で、みんなで一緒に、こう、飲みながらね、いろんな作品について語ったりとか、まあ、するんだけども、それも、面試部の方たちに入ってもらえるようにする。で、それを動画として出すわけですね。生配信でやりながら、それをアーカイブとしても公開していくっていうことを、やっていく予定ですので、ぜひともね、いろんな、もうメリットがありまくりなんでね、入ってくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。もう僕が何よりめちゃくちゃ嬉しいです。で、実際仲間が増えれば増えるほどに仲間たちもやっぱ嬉しいんですよ。いろんなゲームを一緒にやったり話せる仲間ってのができるんで、すでに100人を超えてる時点でもう常誰かいるみたいなね、いろんなものを共有してワイワイできるっていう環境は出来上がってるんで、さらにこれが広がれば広がるだけね、いい展開になるのかなっていうふうに思いますんでね、これを機会にぜひともね、チェックしていただけたらなと思います。そんな、こんなでね、たまには PR。さあ、やっていきましょう。6.5 は、準備よろしいでしょうか。レッツゴー !6.5 とかあるんだね。存在 X。 本編だろうな。ね、世界を相手に無謀な戦いを挑む気分は。本編っぽいね。やはり奴の仕業だったか。こう、OVA みたいな。ではなく。どうしてこうなった。くそ。すべてはあの時だ。そう、あの時から始まった。おお、戦場報告。まあでもそうかそうかそうか、 OVA 通過。あ、理解した理解した。はい、振り返りだな。我が社が継続雇用する理由がどこにあるのでしょう。いいタイミング。待ってくれ、頼む。お引き取りください、うん、はいはい。自分という人間が劣っているのは自覚している。うん。人格は歪みまくりでコンプレックスの塊だ。しかし会社のルールに従うのに苦労はない。いずれはレール通りに部長の後を継げる。人生はますます順風満帆。レールの上にぶっ込まれる。そんな展開か。恐ろしや人生とは。のはずだった。こらぱねえな。何だ。何が起きたんだ。貴様には信仰心が欠如しているようだな。創造主に対する信仰のかけらもない。創造主。申し訳ないんですが、うん、私は現実的で理性的な観点から神の存在など認めません。そもそも科学の発展した満ち足りた世の中では信仰など生まれません。誰かにすがるという行為は弱者が窮地に追い込まれてこそのものですからね。実際そういう側面もある。過酷な状況に放り込めば信仰も目覚めるいや落ち着きましょう。これは怖いな。ちょ、待って。怖いね。まあでも真理、まとわえているよ。幼女戦記。素晴らしい作品だ。理不尽な転生の結果、
私は異世界の貧しい修道院に捨てられていたという、うん、しかもその国は開戦前夜の強烈のただ中にあった。もはや戦争は避けられない情勢の中、悲劇で貧しい幼女に生きる道などないかと思えた。ちょっと記憶曖昧だったけど、あのお父ちゃんが戦争でああだこうだとかって言ってた話全て踏まえて真っ赤な嘘だったな。元の世界では当然違うにして、こっちのところが若干記憶曖昧だったけどね、捨てられていたわけなんで、あのお父ちゃんお母ちゃんの話なんてのはもう真っ赤な嘘っすね。今になってあー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 っていうね、さすがですね、作詞というかなんというかひでえな。だがその世界には魔法と呼ばれる力があり、うん、私は孤児院の健康診断で魔導適性を認められた。適性のある者は魔導士として将来的に軍へ徴兵されるのが常であり、いずれ徴兵されるのならば志願兵として士官教育を受け、キャリアコースを望む方が合理的であろう。うん、新兵即地獄へようこそ。能力主義を標榜する帝国軍で、私は1年足らずで2号星の指導を任されるようになった。ウジ主殿に期待などしておらん。まあすげえよ。だが少なくとも絶望はさせるな。このガキ。些細なトラブルはあったが、その後も順調に連兵過程をこなす。卒業を控えた私に残されたのは北方での実地研修のみとなった。だがそこで思い知らされる、いつの世にも想定外の出来事は起こりうると。照射反応、敵魔導士軍を感知。って危機だな。そうか、離脱許可を。遺憾ながら許可できない。そうか、これが始まりの戦い、そして終わりの戦いになるのかな。ラストの敵、敵中隊との交戦、敵前逃亡か名誉の戦士か、あるいは捕まえた。ならばやるしかねえ。離れろ。サウンド勝ち。奮闘しつつ自然な形で先生を離脱。これが生存と保身を優先させる最善の方法。ターニア・デグレチャ負傷医、機関は協商連合軍との戦闘において、増援当時名まさかここまで評価されるとは。これは完全なイエス扱いだ。ほとんど前行ってるよ。突撃賞をここに授与する。これで前線にでも送られたらたまったもんじゃない。そうにしかならんのやな。配属の内事だ。兵団総監部に出向してくれ。総監部というと技術検証要員でしょうか。ああ、新型演算法事のテストらしい。わかりました。念願ともいえる安全な後方勤務。安全とはだな。何も問題はないはずだった。エレニウム95式、4機の演算法受核を同調させることで革新的な性能を目指す試作機です。魔力消費量は激しいですが、デグレチャフ少尉の魔力量ならば何も問題は。ありまくりだ。工事の安定性が乏しすぎだ。このままではまた爆発する。もっと高度は取れんのかね。マッドサイエンティスト、理論上は高度1万8000までの上昇が確実なはずだ。従来の工事の限界高度は6000ですよ。工事の負荷は許容地雷だ。それは理論上の話です。軍用品としての耐久性を考慮いただかねば。何を言っている。最適化された工事の同調を崩す気か。この欠陥品はいつ火を吹くかわからないんですよ。欠陥品、火を吹いたよ。安全はなかったな。もうやってられん。こんな宝珠イタリアの赤い悪魔の目に不良品だ。そして10年ぶりとなる存在 X との再会。そうか、10年ぶりか。みたいだな。未だ信仰のかけらも芽生えないとは。存在 X、 いかにも相変わらず目に余る態度だ。やはり恩寵を与えるべきなのかもしれんな。恩寵、奇跡だ。奇跡など観測と体系化が不十分ゆえの錯覚。名言。素晴らしき勘違いです。キリスト教としてはそう言い切れるかな。耳が痛いが。転属前に行われた最後の実験で、私はまたしても奴に。少尉、準備はいいかね。
ターニャ・ネグレジャフ少尉、進発します。面白い世界観だよな、本当に。てか2周目じゃないけど。ありがたい、 6.5。 まさか再認識というかな、機械であろう、難しい上にありがたい。もうこっから測りまくってんだよな。どんどんじゃあ戦争は悪化していくよ、これ。なんなら不利だよね、いろいろと追い詰めるために。奇跡、爆弾を突きつけるのが奇跡だと。今後貴様は宝珠を使うたび神への祈りを唱えずにはいられない。どこまでクソったれなんだ。さあ行くがよい、主の皆を広めるために。神の奇跡は偉大なり、主を讃えよ、その誉れ高き名を。これかっこいいな。イカチ登ったね。この世界上が大事だからな。上を取った者が勝つ。まさか祈りを捧げた、あれに。まさか本当に成功するとは。やはり主はおられた。かっこいいね、超絶クール。私はエレニウム95式というモロ刃の剣とヒヨッコを抱え、西の最前線、ライン戦線で戦う羽目に。魔導士、何やってんだ、リジャ。魔導士、この世界じゃ超大事だな。もう無理だ。一発が重いんだよ。術式、増援はまだ来ないのか。現在205魔導中隊が向かっている。小隊長殿、我々は単独小隊です。敵1個中隊を相手にするなど。相手は消耗の激しい長距離行軍中、小3は小さくない。とはいえ新人を早々に失っては今後の昇進に響くか。機関らは援護に当たれ。これがターニャ。私が先方で3個小隊を潰す。まったくサラリーマンも辛いものだな。サラリー神に祈らん。ああ、祖国を救いたまえ。やっぱ言葉があったな、祈り。お手元の資料にあるようにデグレチャフ少尉は新型砲弾の開発に尽力した後、ライン戦線へ緊急配備。クール。ライン戦線では単独で敵魔導中隊を殲滅、現在も同地にて妖撃任務を継続中。まさに理想的な軍人だな。ターニャ・デグレチャフ少尉、機関は中尉に昇進、軍大学へ入学すべし。主観記憶にある限り二度目の大学生活か。まさか後方で安全に学問ができるとは。安全に長くボタンだったな、6ヶ月と。失礼します。そっからので、実は1年経ってないべ。機関に聞いてみたいことがあってな。機関はこの戦争の形態をどう予想する？この度の戦争は対戦に発展するものと確信いたします。ほう、対戦。そして世界対戦であります。面白い意見だ、どう対処する？消耗を抑えながら敵の血を流させることで、いずれは帝国の勝利に至るかと。具体案はあるのかね？歩兵による防御戦術と魔導士による攻勢戦術の組み合わせを提案いたします。魔導士は破壊力こそあれど絶対数が少ない。肯定します。火力と俊敏性を誇る魔導士は敵兵力を狩るのに理想的な兵科です。自分の損耗を抑制しつつ勝利するという点をもって言うならば、魔導士の最適な運用形態かと愚行いたします。ふん、面白い、検討しよう。その結果、事態はまるで仕組まれたかのように最悪へと流れていく。確かに煙いな。まさかあの一言が自分の首を絞めることになるとは予想すらできなかった。文言大事。副流煙の概念ねえだろうな。ご紹介いただき誠にありがとうございます。そういえばあれだよな、あの葉巻ってちょっと違うっすよね。あれも副流煙とかちゃんとあんのかな。まああるんだろうな。ニコチンってあれあるんすか。だから香りを楽しむって言いますよね、あれって。だから肺に入れてないんですよね。ニコチンはあるの？肺に入れないのであればニコチンもクソもないって話なのかな。香りを楽しむ、その煙、
まあ、煙に害ない煙なんて大概ないよね、多分。何かしら害はあるんだろうけど、草とか燃やしてるわけなんでね。ニコチン入ってんのかな、香りの元、その香料が問題なのかな。香りっつってもあれだよね。そんな甘いとかじゃないもんね。まあ、甘いやつもあるか。ちょっと、あんまりこう、タバコに詳しくない、プラス葉巻なんてのは、さらにまだ遠い存在なんでね。昔、キャバクラのボーイをやってる時に、葉巻がそこにあって、で、まあ、出すことはあったりとか、葉巻の買い出しに行ったりしたことはあったんですけどね。うん、ぐらい。わかる人、コメント欄でお願いします。本日はご招待いただき、誠にありがとうございます。来てもらったのは、機関の卒業後の配属についてだ。どう？レグレチャフ注意、機関には新設の即応魔導大隊を任せるつもりだ。大隊ってありますか？即応大隊を率いるなど、前線以上のリスク。しかし、召喚は注意です。大隊を率いるのには適切ではないと。心配はいらん。すべて手はずが整えた。たまらんな。我が世の春ですね。どうしてこうなった？くそ。こうなったら少しでも選抜に時間をかけ、出動の機会を引き延ばすほかあるまい。我が世の。いや。なんだこれは。募集してまだ1週間だぞ。魔導士はエリートだろ。普通なら交代軍を望むはず。なのにどう見てもブラックな求人広告。わずかな報酬。ツアーになぜ応募する？大体一人で決済できる量ではないぞ。ところがどこい、一人ではない。機関がなぜここに？お久しぶりです、レグレチャフ態度の機関が副官。タイドのと面識がある上、同性ということで配置されたようです。上も随分と気を使ってくれる。実は先ほど参謀本部から選抜を急げとの要請が。合格者はわずか12人、中隊分しかありません。なんかここの、まあ要は本物じゃなかったって話だけど、最初これ突っ込まなかったけど、目の違和感を感じたんだよね。なんかちょっと人間らしくねえなみたいな、今までの目つきと全然違えなっていうのは感じたんですよね。一応ね、言わなかったけども、そういう描き方っていうのもねあったりするんで、テンスラでリグルドがね、目が真っ黒だったりするんで、そういうパターンなのかなみたいな感じで思ったんですけどもね。じゃあ実はそこにトリックがありましたみたいな。リグルドがでも一番面白かったのは、目描くのが大変だからって言って、予算を抑えるっていうなんかコメントをもらって、マジかって言って、目描かれなかったみたいな、ちょっと面白かったんですけどね。まあ目でも大変だよね、目描くのってさ。まあもっと言うと、どこ描くのも大変だけどね。だからアニメってすごいよね、漫画。この絵だけでもすごいじゃん。この絵だけで目閉じてるよ。閉じてるけど口描いて、このさ、なんか影描いて、鼻描いて、まぶたっていうのこれ、まつげか知らんけどさ、こんなんやって髪の毛、まあ、輪郭描くだけですげえし、で、そこからのこういう細かいね、装飾とかもつけてさ、まあまあ、椅子はまだまあまあ、すぐ描けるかもしらんけど、それでも、ちゃんとこう、細かく描いてあるわけじゃん。で、ここら辺の差というかさ、色で差出してるんだろうけど、こう、ふわっとしてる感とかさ、まあ、言うて、だから、どこも技術の結晶なんだよな、これ。こういうところの差、ちょっとなんか裏があるよね、みたいなさ。漫画ってすごいな、本当に。うん、感謝です。12人、中隊分しかありません。要求水準を引き下げるしかあるまい。では。妥当性のある基準設定の見直しと再教育の時間が必要です。具体的には1ヶ月ほど。はい、たった1ヶ月だと。新兵教育でも2年はかかるが、結果成功してるしな。この際多少手荒でも再教育してやれ。優秀すぎる。こうなればもう徹底的に、かつ限界ギリギリで訓練すれば絶対に根を上げるはず。だがしかしな、寒い。やっぱりこうなるか。そういうことか、これも理解。訓練中に昼寝とはいい度胸だな。やめさせるためなんだよね。職務怠慢で銃殺されたいのか。しっかりしろ、おい。大丈夫か、息をしろ、おい。彼の声聞き覚えがあるんだよね。しっかりしろ、おいって言った。いくらなんでもそれは生き返った。これはすごいよ。あれは人間じゃない。結果に脱落などしたら、命どころじゃ。だってリタイアするならさっさと。リタイアさせたいんだけどね。
させたかったんだけど。俺もです。そうかも。そっかそっか。やらせてください。急げ。行軍を完遂するぞ。言葉が難しいから、ちょっと俺理解が今になってこう、いろいろとこう、来てんだけど、これもそういうことか。いや、地獄だな。やめさせてと思ったのに、ね、あまりにも鬼すぎて、しかもその実力も見せられつつのね。これやめたらやべえぞ、これは、みたいな。いや、ほんとはやめさせたいんだけど、みたいな。やめてくれたらもう、なんなら何かしらね、プレゼントくれるかもしらんレベルだよね。ほう、やめてくれたかありがとう、みたいなね。可能性すらあるっていう、そういった展開であると。いやー。なんかね、日本語は日本語に聞こえないんですよ。幼女戦記って。日本語喋ってるはずなんだけど、ちょいちょい、これ何言ってんのかな、どこの方言なのかなっていうぐらいね、難しいワードがいっぱい出てくるからね。大変なんだよね。コメント欄で勉強していきます。ほぉ!1 ヶ月後。彼らは地獄を耐え抜き。これより貴様らは帝国軍魔導士である。なんて答え。これより諸君は戦地に向かう。ある者は二度と戻らない。おぉ。だが肝に銘じておけ。そもそも帝国軍人は死ぬ。死ぬために我々は存在する。だが帝国は永遠である。つまり貴様らも永遠である。故に帝国は貴様らに永遠の奮戦を期待する。精神論だな。中東のあれを思い出すな。ちょっとした洗脳に近い。私はなぜあんなこと。記憶が曖昧だ。訓練中に95式を起動しすぎたせいか。参謀本部より軍用通信です。ご苦労。そして大隊長より訓示。さて大隊諸君、戦争だ。いや、戦争のような代物の始まりだ。実弾演習の標的をいただいた。諸君はこれを銃撃してもよいし、術式で爆破してもよい。ではジェントルマン諸君、スポーツの時間だ。これは一方的だったな。凄まじいよ。これが差なんだよね、魔導士と魔導大隊。実弾演習とはよく言ったものだな。強いよ。敵はかかし同然。外したら笑いものだな。貫通術式。貫通術式。敵弾投下。いや、かわいそうだね、もはや。残敵相当は友軍に任せて我々は前進する。何もできねえもんな。使徒だ。出た。攻撃です。襲撃を。少尉、我々は戦時国際法を無視する野蛮な集団ではないのだ。形上だね。人道主義者が定めた法律通り、敵の交渉だけを破壊し、避難勧告も出さねばならん。先生、僕たち、私たちは今思うとサイコパスだよね、これ。正々堂々、戦争することを誓います。逃がすつもりないよね。警告します。帝国軍は、これより軍事施設を攻撃。素晴らしいですね。完全に子供のいたずらと思っているようです。さて諸君、国際法上の義務は果たした。仕事にかかるとしよう。俺の認識で合ってるよね。サイコパスと言うべきなのか、正しいと言うべきなのか。そこからに鉄槌を。そうか、でもそこを、そうか、それと言えば神の御業を発言せん。どっかでやらなあかんわけが。その時期を今徹底的に早めたという認識ですかね。いく。さて帰還するとしようか、大隊諸君。ここかっこよかったな。超かっこいい、これ戦争ものと。我々第203航空魔導大隊に転属命令が出ている。魔法物の融合みたいな。そして私は懐かしのノルデに。敵魔導部隊は高度6500、前衛は準連隊規模、後衛は2個中隊です。第2から第4中隊は前衛に当たれ、我々は後衛および爆撃機を叩く。その後背後より強撃だ。ただし諸君らのノルマは足止めだが、別に私を待つ必要はないぞ。全て倒してしまっても一向に構わん。さて第一中隊諸君、高度を上げろ。迂回して後衛の二個中隊を叩くぞ。彼らだからこそこの勝利ではな。じゃなければ一方的にボコられるわな。上取られて終了。近接戦用意。敵全員を排除するぞ。すげえわ、爆発の色がいいね。いろんなカラーになって。敵の演算方針は予想以上に高性能だ。侮るなよ。早い。この高低差で当ててくるか。例の義勇軍魔導士の模様です。思ったより手強いな。さて諸君、本物の戦争はどうだ。先日のダキヤ戦はあくまでも実弾演習。今回は戦意旺盛な諸君のため援軍は丁重にお断りしておいた。
火と鉄の試練をくぐる機会が与えられたと誇りたまえ。来ました、爆撃機です。ようやくお出ましか。給料分の仕事はするとしよう。かっこよすぎる。天井の世界から鉄槌を下したまえ。もはや幼女に見えねえんだよな、かっこよさとその喋り。幼女なのに幼女に見えない、謎の現象が起きてる。可愛いはずなのに可愛く思えないんだよ、あのクールすぎて。全部をゼロにしたら可愛いんだろうけど、ゼロにできないんだよね、怖さとかさ、中身がね、転生元含め。101より各部隊へ、諸君は残存魔導士の攻撃を開始しろ。まさに黙ったら可愛い。声も喋り方変えるだけで可愛いんだけど。情報を聞き出したかったんだが、脳みそを拾って帰るわけにもいかんしな。ほでぶどす聞いてんだよな。喜ばしいことだ。これ怖いね、演出。この世界の誰もが信仰なき貴様をホームランとしている。冒涜者を罰する聖なる大戦が幕を開けたんだ。罪悪。やはり貴様がおせっかいを。どうかね、世界を相手に無謀な戦いを挑む気分は。まさに神とは言えなくなってきてんな。避けるな。向かう先は常に戦場の最前線。安全な後方勤務など望むべくもない絶望的な状況ばかり。希望してたのにな。誰の存在 X め。強小連合のみならず共和国に連合王国、そしておせっかいな連中すべてに目に物を見せてやります。フィヨルドの攻防あちいなー。いや、良いタイミングでこれ入ってくれたっすわ。あの、見た上で難しいからね。これを見た上で難しいし、耳に残るし、これが、あの、イヤホンの、あの、耳の部分。で、くしゃみがすっげえ出そう、今。出るなら出ろって感じだし、謎に残るとなんか、あーってなる。わかる、この気持ち。はい、ということでね。いやー、すげえわ。なんかね、頭の中でね、ガンダムシード思い出したっすわ。もろもろのガンダムの作品もそうなんだけど、まあまあまあ、あの、難しいっすよ。うん、すごく難しいっすよ。だから、丁寧にね、あの、みんなからいただいたコメントを見ながら、こう学んでいって、あ、そういうことか、ここはこうで、こうで、こうで、みたいな。だから、おかげさまで、いろんな作品を見て、いろんな言葉を学んでいくわけですよ。ところがどっこいね、ガンダムシリーズですら日本語に聞こえてたのに、幼女戦記日本語に聞こえないもん。マジで字幕欲しいレベルだよ、あの翻訳したワードで。あの、単純に書いてある内容の字幕じゃなくて、とはっていうものを全部出してほしいレベルで、何とるかわからん。お前、こら外人には荷が重いよ。前も言ったけど、外人ってネタで言ってるだけで、俺はね、日本歴長いから、まあ、日本人として見てますけど、マジでこれ日本人いけんのこれ。本当にむずいなっていう。いや、もちろんね、あの、普通にはいけると思うんですけど、ところどころわからんくなりません。まあ、戦争もの好きなね、あの、方たちにとっては、まあまあ、聞き覚えもあるし、あの、最初知らなくてもね、みんなリサーチをして、勉強をして、学んでいくんで、まあまあ、余裕っしょっていう人たちがね、多分多いと思うんですけど、それにしてもむずいっすよ。で、やっぱね、あの、見ていくとも、やっぱ細かいところですごい、しっかり描いてんなっていうか、まあ前も言ったみたいに銃だったりとか、まあまあ銃火器全般もそうですし、なんか出てくる装置1個にしてもそうだし、世界観、世界のタッチ1個にしてもそうだし、やっぱね、細かいですね。設定もすごい面白いですし、まあ神との戦いになっちゃってるもんね、これはもはや。戦いがね、対人間でとかじゃなくて、もう神との戦いになってるし、もうなんか地獄にぶち込まれちゃった感じだよね。地獄の中で今頑張ってる、その中で唯一の救い、神を信じなさい、嫌だねっていう状態だから、もうバチバチじゃん。地獄を生き抜いてるって話なんで、これちゃんとね、あの、神を信じなかったら最終的にはどうなるんだっていう、ちょっと怖さもあるよね。神なのか X なのかはまた神のみぞ知るっていうところですけどね。はい。ということで、7話。だから半分まで来ました。ね。半分まで来たということで、ここから7話ね、楽しんでいきたいなと思います。で、ラストまで行って映画も見て、ね、幼女戦記を最後までね、完結させていくからのリゼロオバロと追いかけていきたいなと思います。異世界
カルテットね、全てを見た者へのご褒美ね、しっかりと楽しんでいきたいなと思います。改めて最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!